こんにちは。スマートフォンを使ってますかスマートフォンの中には SIM カードっていうのが入っていて、その SIM カードの契約が、まあ実はね、スマートフォンの契約っていうことになるんですよ。正確に言うとスマートフォンを契約してるんじゃなくて、スマートフォンは入れ物で、その中の SIM を契約してるっていう形に私たちはなるんですよね。で、今回ですね、この SIM 契約を本体を買うことなく、入れ替えるだけで、乗り換えるだけでね、Y モバイルにのがえ乗り換えるだけで2万5千円を キャッシュバックしててくれるってことなんですよじゃあこれね5台をもしね回線持ってる人が全部ワインモバイルにしたらどうなるかっていうとこれ12万5000円なんですよね。で今回動画概要欄にそのことについて詳細にレポートした動画がありますのでちょっと利用していただきたいなと思います。いやこれすごいですね。私もね実はね楽天モバイルで今月額698円ぐらいのプランをねずっと使ってるんですけどもこちらの方からね ワイイモババルにに移動するると 25, 円キャッッシュバック3ヶ月後にもらえるわけですよで。毎月の利用料金も別にね似たのもんですしねそう考えたら乗り換えない手はないかなと思いますもちろん SIM の利用状況スマホの契約状況は皆さん違いますんで乗り換えた後本当に得なのかどうかってことは計算する必要がありますけどもその辺もこの動画概要欄のね URL リンクからきちっと語ってもらってますんでぜひね我こそだと思う方は 一台に月二万五千得しちゃってください。ただし今回ワイモバイルへの他社からの乗り換えなんで、もともとソフトバンクの契約をしていたのをイモバイルにっていうのとかね、LINE モバイルからワイモバイルに、これはちょっとね、ダメなんですよ。あくまでもあのソフトバンクグループ、ワイモバイルグループから のではなくて、それ以外から入ってくれた方、要するにお客さんの取り合い合戦になってるってことなんですよね。まあでも私たちにとってみると、こうやって定期的にですね、契約する会社を乗り換えることによって、ポン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 乗り換えることによって、その分どんどんどんキャッシュバックされていきますんで、これを使わない手はないかなと思います。ただし、乗り換えだけを目的にした場合、乗り換えブラックみたいなのってないんですかね。これについてはまだね、私わからないんですけども、多分あると思いますので、まあ、 そこそこね2年に1回ぐらいにしといた方がいいんじゃないかなという気がしますねうん、数ヶ月に1回乗り換え乗り換え乗り換えってやった経験は私ありませんので何とも言えませんけどもやっぱりねうん、このキャッシュバックってのはうちのお客さんでいてくださいねって願いが込められているそのお礼なんで、うん、最低1年は使った方がいいような気がしますそれでは動画概要欄ご覧ください